はい、本日はですねパタゴニアのサイズ動画を見てもらいたいなというふうに思います。パタゴニアのバギーショーツですねのサイズ動画を見てもらおうというふうに思うんですけども、まあ、僕だけがねこう履いてなんやかんや言うのはあれなんで、実はですねこの画面のちょっと横に嫁がいてくれてるんですね。嫁蔵さんちょっと声入れてもらっていいですか。はい、嫁蔵です。はい、ということでローテーションの嫁蔵が隣にいてるわけなんですけどもまあその嫁蔵にねこの今回2021年から出てるバギーズショーツを実際僕が履いてみて、あ、それいいカラーやねとか、あ、そのサイズ感どうかなっていうのをサイズ別でも見てもらえるし、あとまあカラーもね見てもらえるんじゃないかなということで動画を撮っております。ということで本日の流れとしてはですね、まあ僕が1着ずつ履いていって、これ合計9色あるんですけど、それを全部履いていって、でしかもサイズ別で履いていきますので、まずは XS から順番に履いていって、次は S サイズ、M サイズ、L サイズという順番の4サイズを履いていって、女性から見た目線はどうなのかとか、自分自身も履いててどうなのかというところの感想を言っておしまいにしていきたいなというふうに思います。まず最初に僕の身長だけ言っておきますね。178センチの69キロということになってまして、最近ちょっとパンツの上に、お肉が乗っておるという中年太りになってるんですけども、去年までは XS が適正サイズだったんですが、今もしかしたら S ぐらい、ちょっと XS じゃと厳しいかなというふうに思うんですけども、まあとりあえず履いていきたいなと思います。一応画面はね2画面用意してて、いつものこの画角とその隣にも、カメラを用意しまして、今これねパンツ一丁で撮ってますので、この下がもしかしたらモザイクになってるかもしれないんですけども、まあ、すぐに着替えれるようにこのスタイルでいてますということで、その後ろに嫁蔵さんはいてますね。いいですか。はい、はい、それでは、履いていきますのでね見ていただきたいなと思います。まずは、XS からいきたいなと思います。はい、それではまず1着目がこちら XS の、グレーになってます。どうですかサイズ感的には。久しぶり見るから分かんない。そうやって全体映ってる？これは全体映ってるよ。あ、そうなんだ、分かんない。まあ普通か、これをベースで考えてな、グレーの色味はどう？あんま普段こういうの履かへんけど、まあ男の人やったらいいよな。全然いいと思う。合わせやすそうやし、何でも合わせやすそう。じゃあ同じく XS やけどパープルに次いきます。はい、パープルですね、こちら。どうですか？なんか子供の体操着みたい多分まあ僕が似合ってないんですよ。でもまあ色味自体はそんなに悪くはないけど、ちょうど全身やったらな、首から下しか映ってないから、顔は映ってないんだけど、まあ、男の人だったらこういう紫好きな人多いからね、変ではないけど、サイズ的にも XS やったらまあちょっと短めに履いてはんなぐらいだな。そうだね、一応これが一番小さいサイズやね、これちょっとちっちゃいのはね。じゃあ次の色いきますね、こちらも XS です。なんかその色持ってなかったと思うやんか、実際やっぱ毎年ちゃうね、これが、今まで持ってた色やけども、今年の2021年からのネイビーかな。ちょっと微妙に同じ青でも若干違うし、弟さんに買ってあげた色これ、そうかもしれんか、もしかしたら去年これロングで出てたんかな、ショートじゃなくて、なんか見たことある、ロングバージョンでは出たかもしれんみたいな色味ですね。なんか体操着だよ。まあ無難ですよねこれは ね、 無難だね。でこれが今までが XS で、次からは S サイズ、1サイズ上のサイズになりますこちらが S サイズになります似合わない意外と。いや、まあ、色はな似合わんのはそうやねんけど、サイズがどう。えサイズ、サイズそれでいいんじゃない今年。あ、そうね、ちょっと太ったからかな。まあ確かに適正身長から言うと S やね俺は、適正サイズは。でもでかいのかな、スカートに見えるのかな、ちょっとここがやっぱちょっと余裕、細いからやろな足が、足がちゃんと筋肉とかついてたらないいねんけど、そういうのがないから、まあこういった感じですねこのピンクちなみに似合うそうな男子って誰やろ。わかんない、ワイルドな人の方が似合うよなこういうのは。似合う？そのピンクは誰が似合うのという感じで女子の感想やな。難しくない。確かに。では次いきます。じゃあ次はこちらです。 S？ これ S サイズです、同じく。でこれはブルー、ちょっとさっきのブルーよりもネイビーやったから、さっきは、これよりもしっかりした色味のブルーですね。色は綺麗。まあ男の子って感じの色かな。男の子だね、これ芸人でいそうだよ、コナン君みたいなここに赤い蝶ネックレつけたのコナン君。コナン君カラーか、コナン君カラーに見えるけど、色味自体はすごい綺麗なんだけどね。海とかやったら映えそうやね。すごい綺麗。例えばさ、これにグレーの T シャツとかやったら、ちょっと大人っぽい感じかもしれんな。サイズ的にはどうですか、あんまりそこは分からん、見てる感じは。でも履いてる感じはやっぱ余裕はあるよね。そうだね、だいぶ余裕があるね。じゃあ次いきます。あ、可愛いその色。ちょっと薄いブルーというか、それいいよ。まあこれやったら黒のな、例えば上とかトップスとか着ても合うと思うね、こういう感じで。へえ、こういうイメージ分かる？分からんか。素材が違うからあんまり分かんないな。まあこういうのね合うと思います。今までで一番いいかも。あ、今年の色で。色見えだけだったら今の青可愛いなと思ったよ。ああ、
その男っていうか吐いた時の色味ってちゃうやん。見た時の色味と吐いた時、吐いただって、なまっちゃった。吐いた時の色味はそれがいい。そうそうそう、揺れてる揺れてる。あ、ごめんごめん、ずれた。吐いた時の色味はこれがいい。単体で見たらその青が結構綺麗だったけど、あ、単体で見たらこっちの方が綺麗やけど、綺麗だった。吐いた時はこっちの方がいいかなって感じ、うん。まあ、女子ってあんまり主張強すぎるのあんまり好きじゃないもんね。あ、そうなのかな。そしてこれですよね、トラパン。でもな、これかわいいね、意外と。いや、だってありやなと思ったもん、初めて履いたけど。履いたらかわいいわ。見てるよりも履いた方がいい感じかもね、うん、うんうん、かわいいかわいい。で、これでさ、うん、白のシャツとかでも合うくない。さっと羽織ってもいけるし、うん、で、まあ普通にこうやって T シャツでもいいし、うんうんうん、意外とかわいいね、うん。足靴下だからちょっと違和感あるけど、あ、それサンダル履いてたらね、うん、変態スタイルのガッツあれだけど、うんうんうん。で、次からは、S サイズじゃなくて M になります。このサイズ履いたことない、俺も。だいぶでかいな。でかいね。でもこう履く人もおるやん。こういうオーバーでガツンと履く人もおるからやけど、スカートみたい、うん。こう広げるとな、やっぱ横がめちゃくちゃでかいな、うん、だいぶでかいね。でもその分こう上がんねんで、やっぱりこの広いから、うんうん、XS やったらやっぱちょっとグッて引っかかるから。 XS はパンパンだったわ。ただこんだけ足上げる時ってないやん、日常生活で。スポーツもせえへんし俺、うん、なんでそんなんやってアウトドアいっぱい持ってんねんちゅう話やねんけど。そうなんだよ。まあ、これがね、黄色って感じです。わ、色味すごいかわいい、めちゃくちゃかわいい。まあ、そうなんや、うん。まあ、大人の男の人がこういう色を選ぶってあんまないもんな、レモンっぽい感じの色って、うんうんうん。そうやってたらもうスカート完璧、チアリーディーみたいな。あ、こうやったらいやーみたいな。こうやったら、うん、いい感じ。でかいサイズが、うん。でも上がさ、もっとオーバーになったら話は。いや、それでもスカートみたいだよ、パッと見。あ、ほんのじゃあ真正面から見たらあれかもしれないけど、ここの角度ってさ、ちょうどさ、股がくっついてるように見えるからさ、うん、はいはいはい、スカートみたいに見える。あ、大きく見えねんな、だいぶ、うん、だいぶでかく見える。実際問題もだってもうこっから風スースー入ってるもん。スーかスーかよ。こんなもフルチンやったらもうすごいことね、乾燥するで。こちらが L サイズになっております。幼稚園児かな。じゃあこれとこうやって食べっこ持ってたら、うん、俺今首から下しか映ってないけど、うん、子供かなっていう感じ、うん、お使い行ってきたのかな。とかお使いスタイルってことね、うん。だいぶでかいね、もうそれ。お遊戯会、なんかお遊戯だよ、お遊戯かな。そう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 。あ、これゴム箱やね。って感じだね、うん。それはもう衣装ですわ。なるほど、うん。いや、感想ありがとうございました。はい、はい、ということでザッと履いていったんですけども、やっぱり自分で履いてる感じでも XS はほんまにジャストって感じで、あんま無駄な動きするとビリっていきそうやなって感じで、 S やったらまあ適正かなみたいな。ほんで M になってくるとちょっとスースーしてね、ブツがちょっと乾燥するかもしれんという危険性があったり、 L サイズまで行くとほんまにもうお湯機械になっちゃうから、まあ、ちょっとそれは厳しいかなと思うんですけど、嫁蔵さん的にはどうでしたかね。サイズは S サイズが適正かなって。サイズは、うん、S、 なんか XS はパツパツな感じがしたから、ちょっときつそうかな、うんうんうん。この手入れた時にもう手がもう浮き彫りですよみたいな感じ、はいはいはい、から S かなと思う。なるほど、うん。そしてカラーはちなみにどうでしたかね、うん。カラーはその青系、はい、水色と青、はい、とその柄と、はい、上の黄色は可愛かった。あ、この4色は可愛かったと。そうね、黄色とこの柄のやつと、うん、薄いやつと、うん、真っ青。うん、でもそれ多分好みだと思うからさ、うん。でも一番ないなと思ったらピンク。なるほど。そのどきついピンクはちょっとないわ。じゃあこれが似合うようなメンズに出会ってみたいと、一回。そうね。もしかしたらいてはるかもしれん、そら。そうね。肌の感じとか顔がめっちゃかっこよかったりしたら似合うかもしれんか、そら。でもさ、顔がかっこいいって言ったら、まあ、EXILE 系ってみんなかっこいいじゃん。うん、そのEXILEが履いててもそれはちょっとだいぶきつそうじゃない。なるほど。だ、逆にどんな人が似合うんだろう、見てみたいね。うん、俺も想像つかない。これはどういう思いでパタゴニアの方が作ったんか、どういう男性に履いてほしいと思って作ったんかわからへんけども、まあ、かなり個性の強いピンクですよね。うん、だいぶね、ペーパーコさん着てそうじゃん。だって名前が個性ですもん、ウルトラピンクって書いてある。パーリーピーポーのピンクになっておりますので、これはちょっと難しいんじゃないかというのが嫁蔵さんの意見ですね。そうね。はい、ということで、まあ、一応今回全部ずらっと履いてみましたので、まあ、僕と同じようなサイズ感とか体型の方やったらそうなんですけど、それ以外にやったらカラーもね、一応黒と柄以外は全部これ今揃ってる状態で、このマンゴーもね履くの忘れてたんですけど、今年も、販売してるということなので、まあ、僕個人的には意外とこの柄が良かったなというふうに思ってて、嫁も柄が良かったというふうには言ってたので、まあ、ゴールデンウィーク前までやったらあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただね、僕が
紹介すると売れ残る可能性がありますので、まあ、ずっとあるかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでね、2021年のバギーズショーツをまず履いてみたということで、サイズを見てもらいましたということで、本日はですね、バギーズショーツのサイズ動画を作ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。